斉藤相馬ストレンジデイズ不思議の扉。皆さんこんにちは、斉藤相馬です。このコンテンツは文化放送超 A&G プラスでお送りしている番組斉藤相馬ストレンジデイズのここでしか聞くことができないスピンオフコンテンツとなります。このコンテンツでは毎週一つのキーワードやタイトルについてお話ししていきます。では今回のテーマを発表しましょう。今回お話しするテーマは最初のものです。最初の〇〇みたいなね、最初に買ったものとかいろいろあると思いますけど、まあそんな話をね、不思議の扉終了間際にしてみようじゃないかということなんですけど、一応なんとなくリストアップしていただいて、いろいろね、まあ例えばゲーム機とか、本編でもちょっと話しましたけど、いろいろあるんですけど、ゲーム機とか、まあゲームはもうこれは僕明確に覚えてますね。これポケモンですね、僕は。で緑版を買いましたね、不思議花が。で当時というか、僕本当にちっちゃい時から緑色が好きで、だいたい自分で選んでいいものとかも緑がすごく多かったんですけど、ただその最初にポケモン買った時はまだそのゲームボーイだったんで、その白黒だからキャラのカラーイメージとかはそんなに分かんなくて、最初には絶対一かけ選んでましたね。まあ理由はドラゴンだからってことですけども、いや懐かしい。もうポケモン第一世代っていうんですかね、最初のジムがまあたけし、ニビジム、ニビシティっていうところのたけしさんなんですけど、岩地面タイプの使い手なんで、リザードに進化させていてもなかなか倒すのが難しいんですけど、で大体まあ腕力か謎の草を捕まえればいけるみたいな感じなんですけど、僕はもうめっちゃレベル上げてひたすらリザードの切り裂くでゴリ押しするっていうちょっとね、当時からあまりプレイスタイルは変わっていないんですが、でもそれはすごい覚えてるな。それでなんかそのいろんなとこで言ってますけど、そのゲームボーイっていうフォルム自体にもなんていうかロマンを感じるようになりましたね。まあ、あと最初に買った CD はちょっとこれだんだんなんか過去にもね何回か言ってきてるんで、ちょっと齟齬が生じてきたら、まあ今思い出せる最初はこれだっていうことにしていただきたいんですけど、多分ポルノグラフィティさんの愛が呼ぶ方へじゃないかなと思ってます。で洋楽は昔ルースターっていうバンドがいて、すごい、まあ、スタジアムロック系のすごいかっこいいギターソロとかが入っているバンドだったんですけど、多分それを一番最初に買って、でその次にザ・ディパーチャーっていうザ・ディパーチャーかなっていう、まあ、ポストパンク系のバンドの CD を買って、それが今聞くとどっちもまあすごいかっこいいんですけど、当時だから中学1年生か2年生だったと思うんですけど、そのバンドを一緒にやってた、まあ、よく言ってる S 君っていう友達と、その当時僕はルースターっぽいその割と王道なロックな感じが、歌い上げる感じがかっこいいと思ってたんですけど、でもその S 君はいやポストパンクの方がかっこいいって言って一時期仲違いするっていうまあ後年どっちも好きになったんですけど、わあ覚えてるな。だからまあ最初に多分洋楽としてそのビートルズとかカーペンターズとかはその親が好きで聞いていたんですけど、自分で洋楽を聴こうって思って聞いたのはニルバーナとグリーンデイとかでしたね、うん、あとストーンズかな、うん、いやどれもすごいハマりましたけど、ハマったし、なんか今上げて思ったけど結構割と今の曲の書き方にも通ずるものがあるななんて思ったりしますが、だ携帯ね、携帯は中1になる直前に買ってもらったかな多分。まあもしかしたら僕の同年代の方よりはちょっと早かったのかな。当時地元ではあんまり持ってる人いなかったですけど、まあ親の仕事の都合で離れて暮らすっていうのが決まっていたので連絡取れるようになんて言って買ってもらいましたけど、いや携帯はでもなんかもちろんその連絡が取れればいいわけだから、そのやたらめったら買い替えるなんてできないじゃないですか。けどなんかそのゲームボーイにロマン感じてるようなタイプだから、その携帯ってもう最新のガジェットじゃないですか。で
いわゆる昔のガラケーってかなり面白いデザインのやつがいっぱいあって、昔もインフォバーの話とかしましたけど、そのダイヤルが不思議なやつとかいっぱいね、こう折りたたみの形とかもいろいろあったりとかして、なんか中学生になってその親と離れて暮らしてる時に、だんだんやっぱりみんな携帯持ち始めるぐらいの世代だったんですけど、当然ですけど新しく買う人の方が新しいフォルムのやつ持ってるじゃないですか。それがもうめちゃくちゃ羨ましくて、今も昔ももう今あんまり機会ないですけど、カタログを見るのがすごい好きで、やっぱそのショップのカタログとかも好きだったし、その家電のお店のカタログとかが新聞とかと一緒に朝こうね、とかおもちゃ屋さんのカタログとか、もうあれをなんか見るのがすごい好きで、別に買わないんですけど、買うあてもないのにこれは要チェックだなみたいなのが好きだったな。なんか多分そのなんていうんですかね、リスト化するみたいなのが結構好きだったのかなっていう、だから自分だけのファイリングをするのが好きみたいなのが好きだったかも。だから以前も本編か忘れましたけど、その君だけの宝物かな、宝箱っていう宝箱があって、そこにそのウルトラマンのカードとか川で拾った石とかをすごいこう詰めていたっていうか、多分なんかその秘密基地とかそういうものがもともと好きだったのかななんて思いますかね。あとなんだろうな、なんかいろいろ浅野さんが書いてくださってて、まあ服とか漫画とかおもちゃとか、おもちゃはまあ自分で買ったっていうのがね結構難しいですけど、本当にウルトラマンがすごい好きだったので、その結構どれくらいって言えばいいんだろう、まあ載せないけど、数年前に実家に帰った時にまだあったんですけど、結構でかいバルタン星人の人形があって、フォー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 って言うっていうやつがあって、そうだな、多分今の僕の身長の3分の1ぐらいはあるかな。だから結構大きい、よく取っといてくれたものだななんて思いましたけど、なんかその、まあ、ウルトラマンも好きだったんですけど、やっぱ怪獣っていうかその恐竜とか怪獣がやっぱ好きだったので、ゴジラのとかガメラもすごい好きだったし、それはよく買ってたなっていうのは覚えてますね。でもなんかここまで喋ってきて、今回の本編の内容とかもそうなんですけど、よくこうラジオで喋るときに、その斉藤聡馬の視点が結構過去に向かいがちですみたいなことを折に触れて話してるんですけど、まあ、それは嘘ではないんだけど、最近思い出せないことがめちゃくちゃあって、なんか本当に俺だよなみたいなアイデンティティクライシスがちょっと始まりかけてるというか、いやなんかちょっとその、まあ、話でずれちゃいますけど、関わらなくていいんで、本当は当時どういう風に生きていたかっていうのをちょっとなんか覗き見たいなみたいな願望がすごいありますね最近。これも言ってることですけど、その自我が芽生えた瞬間みたいなのが結構明確に、まあ、あったんですけど、でその時に、まあ、シチュエーションはともかく、その時思ったのが、あ、何かをしなくちゃいけないけど、このままだとどんどん忘れちゃうみたいなっていう、なんかその感覚があって、でその感覚が結構その多分自分の生き方とか演技とか作るものに今でもすごくあるなっていう気がしてて、でもうここ10年ぐらいでやっぱ加速度的にそれがなくなっちゃってきてるというか、よくなんか青春ものをいつまで作れるかみたいなクリエイターさんのねお話とかあったりしますけど、やっぱどんどんそのまあいい意味でも変化があるんだけど、絶対これは消えたり忘れることがないだろうって思ってた感情とかっていうのももうなくしていっちゃうみたいな気がしていて、なんかそれがこういいことなのか悪いことなのかわからない過渡期だななんて思いつつ、今喋りながら思ったのは、これめちゃくちゃジョジョのドッピオじゃないって近づく2メートルだぜみたいなもしかしたら僕の中にも山本さんがいるのかも、 CV 小西さんがもしかしたらいらっしゃるのかもしれないななんていう、でもね変わることは決してこう悪いことだけではないので、その思い出せなくなったっていう感覚それ自体もまた味かもしれないので、それも楽しんでいけたらなと思うし、
多分これから先も最初の〇〇ってきっとねたくさんあるでしょうから、それを楽しんでいきたいななんて思ってます。では最後になりますが、そろそろ今日のテーマについてまとめましょう。斉藤相馬的最初のものとは、多分あったしこれからもある。以上、今日の不思議の扉は最初のものでした。斉藤相馬ストレンジデイズは文化放送超 A&G プラスで毎週金曜23時から放送中。あなたの気になることや話してほしいことを募集しているメールアドレスは soma@joqr.net です。たくさんのメールお待ちしています。お送りしてきました斉藤相馬ストレンジデイズ不思議の扉、皆さんいかがでしたでしょうか。こちらの不思議の扉なんですけれども、次回の更新が最終回となります。最後までぜひお聞きいただけますと嬉しいです。まあ、でもね、さっきも言いましたけど、逆にこう不思議の扉の終わりっていうのはある意味最初のことだったりしますから、次回も楽しみたいなと思っております。本放送でも気になることをたくさん話していますので、ぜひ皆さんも最近気になることがあったら番組の方にメールしてください。それではまた次回お会いしましょう。ここまでのお相手は斉藤相馬でした。